まあ、率直に、まあ、嬉しいというか、まあ、本当にそのチームの、まあ、勝利少しでも、まあ、どういう形でも貢献できるように、はい、頑張りたいなと思います。で、まあ、この子どもの日が明日ということで、まあ、子どもの日の前に1軍に、まあ、上がれたというか上げてもらったということで、まあ、本当にその小さい子どもたちがだけではないんですけど、まあ、本当にその野球ファンの皆さんに、まあ、本当にこう元気と勇気と、まあ、そういう明るさというか、まあ、そういうのを届けれるように、まあ、やっていきたいなと思いますし、まあ、この僕の髪型をねちょっとこう見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、秋のキャンプから、まあ、ライオンはね強くなればなるほどどんどんこう縦髪の色がどんどんこう 黒に近づいてくるという話を、まあ、させてもらったんですけど、もうまさに今が絶頂、もうこの黒くなってもう完全に、まあ、秋のキャンプからこうね蓄えてで春のキャンプや、まあ、ちょっとまだ茶色いかなぐらいだったんですけど、まあ、今も見てもらったら分かるようにもう真っ黒なんで、まあ、しっかりまあチームをねいろんな意味でまあ引っ張っていけるように頑張りたいなと思います。お願いします。頑張ります。くれました。